どうもみなさんこんにちはチャックバスです。えー、本日はですね、D カードゴールドクレジットカードのキャンペーンがですね、7月に入りまして、さらにね、強化されましたので、こちらね、解説やっていきたいと思います。えー、かなりね、モリモリのキャンペーンというふうになっておりますので、もしね、発行されてない方はですね、ぜひ発行を検討してみていただけたらなというふうに思います。この動画にはね、目次機能を入れておりますので、もしね、見たいところから時間を飛ばしてみたい場合は、概要欄からね、 右下の方をクリックしていただけるとそちらの方に、ね、飛ぶことができますので、えー、覚えておいてくださいまずねこちら D ゴールドカードの基本スペックと特典ね解説していきますけどもまずね年会費が初年度から1万円かかるクレジットカードというふうになっております家族カードが1枚無料というふうになっておりまして基本還元率は1%貯まるポイントは D ポイントというふうになっております こちらは、ゴールドカードというふうになっておりますんで、各空港のね、クレジットカードで入れるクレジットカードラウンジが利用できます。またね、ホノルールの空港のね、ラウンジも利用できたりとか、海外旅行保険もね、自動付帯で入っていて、またね、家族カードも同様の保険をね、受けることができますんで、まあ、こういう意味でもね、結構おすすめのポイントというふうになります。 で国際ブランドはビザかマスターっていう風になっております D カードゴールドのね特典ですねまず1つ目がドコモユーザー料金10%ポイント還元ということで NTD ドコモのね料金を1000円に対してね10%のポイントが還元されますっていう特典がついておりますドコモユーザーの方でまと、あ、つね1万円支払っている方であればまあ これだけでね、1万2000ポイント年間貯まるっていう風になっております。またね、こちら知ってる方もね、結構いらっしゃるかと思うんですけども、こちらの10%ポイント還元っていうのは、e カードゴールドクレジットカードを保有するだけでね、この特典を受けることができるんですよね。ですので、こちらの NTT ドコモの料金を え、わざわざね、この D カードゴールドで払う必要は特にないんですよね。ですので、別のクレジットカードでもこの特典をね、受けることができますので、まあ仮にね、えビザ、LINEPay、クレジットカードでね、払ったりするとですね、LINEPay、ビザ、クレジットカードね、1年間ね、3%の還元今やっておりますので、まあこれだけでね、13%の還元がね、取れちゃったりします。次にね、携帯端末保証ですね。こちらはドコモユーザーのみの特典というふうになるんですけども、最大ね、10万円の携帯の保証 保証を受けることができます。 またね、年間の利用特典っていうのがありまして、前年の、ね、利用額に応じて、まあ、選べる特典っていうのがもらえます。で、こちらの選べる特典自体はですね、結構種類がありますので、公式サイト URL、ね、概要欄に載せておきますので、まあ、こちらはね、見たい方はそちらから確認してください。100万円利用でね、1万1000円分、200万円で2万2000円分のね、選べる特典がもらうことができます。まあ、こちらはね、前年の利用額に応じて、もらえる特典っていう風になります。 なっておりますんで2年目以降の得点になりますんでまあ、年会費をねまあ、考慮するとまあ、どちらかというとゴムユーザー方向けのね得点かなっていうふうに思いますそれではですね次に今回のねメインであるキャンペーンですね今までですね D カードゴールドのキャンペーンはですね入会得点でね1万1000円分のもらえるキャンペーンっていうのがねやっておりましてまあ、そちらもね結構前に動画出させていただいたんですけどもこちらねさらに強化されてですねプラス5000ポイントね不 されるということで合計でね1万6,000円分のねポイントがもらえるキャンペーンというふうに なりますでこちらのキャンペーンね詳しく見ていくとですねさらにね、2000ポイントもらえるねキャンペーンという風になっておりましてまあ、合計はね18000ポイントなんですけどもまあ、このプラス2000ポイントっていうのはねリボ払いとキャッシングっていう風になりますんでまあ、ここはねスルーでいいのかなという風に思います個人的にはですねまあこのリボとかねキャッシングとかをねまあ、わざわざ利用する必要はないかなと思いますんで16000分のねポイントっていう風うに解説させていただいております えこちらねキャンペーンの概要なんですけども期間はですね7月1日から9月30日に発行された方というふうになっておりましてエントリーがね必須のキャンペーンになっております。 で、還元がですね、えまず、ドコモ料金の支払い設定で1000ポイント。先ほどね、こちらのカードで、ドコモ料金を、ね、支払うかどうかっていう話をさせていただきましたけども、もしね、ドコモユーザーの方であれば、こちらのキャンペーンが終了するまではですね、こちらの支払いに設定にした方が、まあ一応1000ポイントもらえますんでね、まあここはお好みになるかと思うんですけども、そちらね、覚えておいてください。次にね、ポイントバックのキャンペーンですね。入会月からえ入会翌月末まで25%還元。上限がね、 5000ポイントというふうになっておりまして支払い対象金額は2万円次にね入会月から2か月後まで25%還元上限5000ポイントこちらも対象支払い金額は2万円入会月から3か月後25%還元というふうになっておりますので上限がね5000ポイントということで全部でですね1万5000円分のポイントバックキャンペーンというふうに なります、えー、こちらねそれぞれ付与される時期なんですけども4ヶ月後5ヶ月後6ヶ月後ということで、まあ、ポイント付与されるのはね、まあ、かなり後になるんですけども全部でね1万5,000分のポイントがね、まあ、還元されるキャンペーンっていうふうになっておりますんでこちらね発行された方はね確実にエントリーをしていただいてね利用してみていただければなっていうふうに 思いますこのキャンペーンでもらえるポイントはなんですけどもドコモの期間用途限定ポイントで付与されますのでこちらね今現在はですね私の動画で解説出させていただきましたけどもコスモ石油でねドコモポイントを利用するとですねえ期間限定ポイントが通常ポイントに変わってしまうっていうね、まあ、裏技がありますのでこちらね付与される時期までね、まあ、利用できるかちょっと微妙なところなんですけどももし利用できればですねこの1万5000ポイントもですね 通常ポイントに交換することができるっていう感じになりますんでそうなればですね JAL マイルに交換できるかもしれないんですよねふだ用途限定ポイントであってもですね D 払いなどにね設定してまあ利用することができますので、まあ、困ることはないと思うんですけどもそういうね利用方法もあるかなというふうに思います次にねポイントサイトの案件ですね こちらねポイントサイトの案件までね今重なって行われておりまして新規発行のみでね23,500円分のねポイントがもらえる案件が出ております。でポイントサイトはね結構複数出ておりまして EC 内部、ね、ポイントインカムはねこの案件が出ておりましてどのポイントサイトでもですね新規発行のみでね23,500円分のねポイントがもらえるっていう風になっておりますので。 この動画を見られている方はね、まあ、アカウントを持っているねポイントサイトを利用してもいいと思いますし、まあ、どのポイントサイトでもね、基本的にはまあ私がお勧めできるポイントサイトというふうになっておりますので、利用してみていただけたらなというふうに思います。 ということなんで、まあ、新規発行のみでね、23,500円分のポイントがもらえるということですので、こちらね、D カードゴールドは、えー、初年度からね、税込み1万1000円のね、年会費がかかるクレジットカードなんですけども、まあ、それを考慮してもですね、1万2,500円分はね、元に残るっていうふうになりますし、まあ、さらにね、25%キャッシュバックキャンペーンも乗れるので、まあ、かなりね、今回のキャンペーンはね、おすすめっていうふうになっております。まあ、もらったポイント をですね全てねマイルとかに交換するのももちろんいいと思いますし、まあ、年会費分ね1万1000円かかりますのでまあ、そちらをね現金でもらってまあ、残りのポイントをねマイルとかに交換するのももちろんいいと思いますまあ、ちなみになんですけどもこの2万3500円分のねポイントをねマイルにね東急ルートで交換すると1万7625マイル ジャルマイルであれば 11, マイルに、ね、交換すすることができますもしね25%分の D ポイントもですね JAL マイルに交換することができればですね 7500JAL マイルがね獲得できるっていうふうになりますんでかなりねすごいキャンペーンっていうふうになりますよね。 いかかがだったでしょうか、えー、今回はですね D カードゴールドクレジットカードのキャンペーンのね評価についてね解説させていただきましたけども、えー、本当にね特典もりもりっていう感じでですね、まあ、ドコモユーザーの方もねもちろんおすすめですし、まあ、それ以外の方もねかなりおすすめというふうになっておりますんで D カードゴールドねもし持たれてない方は是非ね発行検討してみていただけたらなっていうふうに思います。 えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。えー、私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、えー、もしね、チャンネル登録してない方は、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。